寺内正道は日本の海軍軍人、海兵55期、最終階級は海軍中佐です。1940年から1941年にかけて第14号掃海艇艦長、1943年から1945年にかけて駆逐艦雪風の艦長を務めました。雪風艦長時代には多くの海戦に参加しながら無傷であったことから不沈艦の名艦長と呼ばれました。寺内艦長は豪放雷楽、身長こそ低いですが体重は90キロ近い巨漢、指揮官各あるべしと絵に描いたような人物で、初めて雪風に乗艦してきた時に舷艇にいた衛兵がその見事なひげと眼光に威圧され、敬礼をした手のひらが釘付けになったといいます。しかも着任の訓示で寺内艦長は、よいかね、とにかくこの寺内が艦長の間は本艦はいかに敵艦や飛行機がやってきても絶対に沈むようなことはないんじゃ、心配せずに持ち場で働け、なぜ沈まんかというとそれはわしが艦長をしとるからじゃ、別に不思議はあんめえ、そう言ってにやりと笑ったのです。乗員一同は、すごい艦長が来た、これで雪風は絶対に大丈夫だと強い自信を持ったといいます。艦に一升瓶を持ち歩き、部下と酒を酌み交わし、部下とのあうんの呼吸による操艦はピカイチで、天井の小さなハッチから顔を出し敵機の動きを目視し操艦指示を出しました。爆弾を全弾回避する腕の冴えは凡人のなせる技ではなかったといいます。1944年昭和19年10月25日のサマール沖海戦において、次の記録がアメリカ側に残っています。米駆逐艦ジョンストンは日本艦隊との戦闘の果てに、エバンズ艦長が9時45分に総員退艦を命令、雪風は沈没したジョンストンから脱出した救命ボートの近くを通過しました。とっさに救命ボートに向け発砲した機銃手に寺内艦長は、ひどいことをするなと怒鳴り攻撃中止を命じました。照準調整のため2射したのみで命中はしませんでしたが、ジョンストンの生存者は雪風からの攻撃を恐れました。雪風が通り過ぎる際、その艦上より乗員が何かを投げました。誰かが手榴弾だと叫びましたが、生存者の一人がその物体に近寄ってみたところ、日本へ輸出されていたトマトの缶詰だったのです。雪風艦長の寺内は漂流する生存者に向き直ると、直立不動の姿勢で彼らに敬礼を送りました。ジョンストンのエバンス艦長はそれを認めると涙とともに刀礼を返したのでした。雪風の田口康夫航海長は、救命ボートのすぐそばをすれ違い、お互いの顔まで見えたと語っており、柴田忠砲術長は、艦橋にいた我々は敵勇者の最後を弔って挙手の礼を捧げたと回想しています。トーマス・ジェイ・カトラーが米海軍研究所から出版した The Battle of Leyte Gulf で、 And many of Johnston's survivors then witnessed something they would never forget. They're on the bridge wing of the Japanese destroyer. An officer stood watching as Johnston, his mortal enemy of just moments before, slipped beneath the waves. As the noble ship went down,This Japanese officer lifted a hand to the visor of his cap and stood motionless for a moment. Salutin'. Thomas J. Cutler. The Battle of Leyte Gulf 23-26 October 1944. そして多くのジョンストンの生存者が生涯忘れられない光景を目にした。日本の駆逐艦の艦橋で一人の士官が、直前まで旧敵だったジョンストンが波間に沈んでいくのをじっと見ていた。その誇り高き船が姿を消したとき、
この日本の士官は手を帽子のひさしに当てて直立の姿勢をとった。敬礼したのだ。とその時の状況が記されています。1944年昭和19年11月28日、雪風、浜風、磯風は空母信濃を横須賀から呉まで護衛する任務に就きました。航路決定の会議の中、護衛の第17駆逐隊の各艦長は、米潜水艦の待ち伏せがある夜間の航行に異を唱え、特に雪風の寺内艦長が最も強硬に反対しましたが、信濃艦長の安倍敏夫大佐に退けられます。信濃は昼間の敵機動部隊の空襲を警戒し、夜間に外洋航海ルートを取ることとなりました。28日午後6時半に外洋に出ると、午後9時に米潜水艦アーチャーフィッシュに発見され追尾されます。日付が変わり29日の午前3時過ぎ、信濃は4本の魚雷攻撃を受け、午前11時頃に沈没しました。雪風は浜風、磯風とともに1400名の乗員を救助しました。その時寺内艦長は、慣れっこになったな、こういう光景に、と漏らしたといいます。雪風は幾度となく両艦の敗北を目にしてきました。そしてその度に手を差し伸べ続けてきたのです。1945年昭和20年4月、寺内艦長の指揮のもと、雪風は天1号作戦に参加します。これは大和護衛の事実上の水上特攻作戦で、作戦参加の各艦乗組員たちは遺書を書かされ、また本来なら駆逐艦には記されることのない喫下門も各艦の煙突に記されました。ところが雪風では寺内艦長の命令でこれらを禁止、遺書や遺品を残すことも許されませんでした。寺内艦長は雪風と共に生きて帰ることを信じ、海戦前日にこう漏らしたといいます。死にに行く特攻には俺は不賛成だ。明日はアメちゃんの飛行機が殺到するだろうが、この雪風を沈めてなるものか。とにかく俺は部下を自殺させるようなことはしないぞ。1945年昭和20年4月7日、坊の岬沖海戦に突入。12時32分、米艦載機大編隊による攻撃が始まります。臨京陣は瞬く間に崩壊し、絶え間ない空襲に各艦から悲鳴と火柱が上がりました。攻撃は第2波、第3波と続き熾烈を極め、護衛艦は次々に被弾し、なすすべなく蹂躙されます。雪風にも無数の航空機が爆撃してくる中、寺内艦長は艦橋のハッチから身を乗り出し、三角定規で爆弾の落下位置を読みながら、航海長の肩を蹴って重かじ取りかじを指示しました。寺内艦長は顔はすすで真っ黒になりながらも、なんと合間を見てうまそうにタバコを吸っており、射撃指揮官の方を見て笑顔を見せたのでした。その真っ黒な顔と真っ白な歯を見た指揮官は、艦長はいつも通りだと再び闘志を取り戻し、指揮に当たったのです。雪風はこの戦闘でもその幸運ぶりを遺憾なく発揮しました。敵の魚雷は直撃することなく艦艇を通過し、ロケット弾は直撃するも不発に終わりました。アメリカ軍航空機約400機の猛攻を受け、大和と共に軽巡矢作、駆逐艦浜風、朝日も、霞が沈没。しかし寺内艦長はたとえ雪風一隻となっても沖縄へ突入する決意でした。たとえ生存者があっても沈没艦へ救助の手は差し伸べず、敵の攻撃により一隻のみ残ったとしても、
作戦遂行のため沖縄へ突入せよ。出撃前夜の4月5日に全艦長の間でそう申し合わせをしていたのでした。しかしひとまず溺者を救助せよとの命令が司令部より下されると、寺内艦長はそうと決まれば最後の一人まで救えと沈没艦救援作業に従事。いつ敵潜水艦より襲撃を受けるかわからない中、雪風を退避させず、内火艇、カッターとありとあらゆる小舟を動員し、数時間にわたってくまなく波間を探し求めました。雪風は大和、矢作、磯風の乗員を救助し、4月8日に佐世保に生還しました。この海戦を生き抜いたのは、雪風、初霜、冬月、鈴月の4隻でした。その約1ヶ月後、寺内艦長は呉鎮守府付けとなり、雪風を去っています。そして呉特別防備隊司令として終戦を迎え、戦後は専売公社に勤めました。雪風が生還し続けた理由について終戦後に問われた寺内艦長は、乗員が優秀であったことと合わせて、やはり運だろう、と述べています。1978年昭和53年1月19日、海網部主流のため、東京慈恵会医科大学附属第三病院で死去、72歳でした。あなたにも先人の声が聞こえます。